あなたが欲しいもの、本当にあなたの欲しいものでしょうか。レシピの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは、一つのマインドトゥイークであなたは自分の対人恐怖症を壊滅するというの方法です。では早速参りましょう。みんなのご存知でしょうか。僕は昔ながら何かやったかというと、もちろん僕は学校とかも行ったりしたんですけれども、で、その学校は結構いじめられて、だから自分も対人恐怖症になって、そして自殺未遂に至るまでになったんですけれども、当初僕のコーチは僕をピックアップしてくれて、でそこから僕は自分のミッションしたのは、他の人にも対人恐怖症、つまり700万人の対人恐怖症者を世界中でそこから脱出させるというのも自分のミッションになって、もしよかったらあなたは対人恐怖症を持ったらこちらの動画まずを見てください。さらにもしあなたはこう相談にならない に祈る人はあまりなかったら、下の概要欄で自分のウェブサイトまたは自分にも個人メッセージにも結構です。では早速本日の話題に参りましょう。本日の話題なんですけれども、対人恐怖症は結構ね、脱出は難しいですけれども、ではあなたは何を欲しいですか。本当にその対人恐怖症の脱出したいか、あるいはただその気持ちを味わいかい、ちょっと考えてみよう。もしあなたはラモンジニーが欲しいとかね、でもこう起きる途端でラモンジニーが欲しいというの人はあまりないんですね。あなたは欲しいのはそのラモンジニーではなくて、そのラモンジニーを持ったらどんな気持ちになる、あなたはすごく有名になるよって、みんな人が自分の写真とパチンパチンとされる、自分はなんかセレブリティになるみたいな、芸能人みたいになるというのをみんなを裏で目指しているのでは。僕はそう思います。そして自分のコーチもそう前にも言いまして、でもなかなかピンとこなかった。何がピンとこなかったかというと、昔のスティーブ・ジョブズが言ったのは、あなたは自分の道を導くためにはドットの点のつながりが必要です。でもその点のつながりは前からじゃなくて後ろから、今の状態じゃなくて将来の未来の状態からこのドットをつながることができる。それ以外はできない。つまりみんなは今欲しい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 、つまり前に行く、でも前には何かあるかわからない。頭のまだプランが流れていないから、プランが流れていないからね、目処が流れ、目標は流れていないというかね、そのプランが流れていないからこそ、みんなはこうなんかずっと道と遭遇というのパターンになります。それは結構危ないんです。だから今は何か化するかというと、あなたは目指すのは対人恐怖症脱出ではなくて、対人恐怖症を脱出するというのどんな気持ちになるというの気持ちです。あなたは目指すのは対人恐怖症脱出ではなくて、対人恐怖症を脱出するというのどんな気持ちになるという気持ちです。だからその気持ちはどんな気持ちかってちゃんと想像してください。もし今はね、この対人恐怖症にね脱出したいですけども、でもできない、でそのしたい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 で欲しいだけはむさぼりしか過ぎない、このエネルギー自体は自分ちゃんと見てください。この欲しいのはどのからに基づいてるかって、どの気持ちからに基づいてるかというと、恐怖感に基づいてるかと幸運に基づいてるか、このちょっと2つのちゃんと分けれてください。もしあなたはねこの気持ち、あ幸せなってね、対人恐怖症脱出する幸せなって思わせれるか、ただ今残るのは怖いだけで、脱出するのはね恐怖に基づいているの行動です。衝動は恐怖です。また衝動は幸せです。
この2つにちゃんと分けれてください。その2つに分けれたら、もしあなたの今の衝動は恐怖に基づいているかというと、リバースエンジニアリングした方がいい。つまり今の気持ちではなくて、その脱出できるの、そっからのどんな気持ちかってちゃんと想像する。そしてレイズ・ブラウンという人が言うのは、ハングリー、つまりあなたは本当に腹が減ったというのは、どんな風にこのものを手に入れたい、どんな風にその腹が減った、その気持ちに腹が減ったかってちゃんと想像してください。ちゃんと想像してください。でそれ毎日その想像したら、あの今まあ英語ちょっと英語難しいですけれども、もしあなたは英語できたら、あの今ね結構いいツールがあって、あのYouTube であのロックスターアファメーションというのをサイトがあって、あのまあ、こちらにご覧ください。あのそちらなんですけれども、あのアファメーションは毎回できる。これはなんか瞑想みたいなやつで、あのすごくね最初に聞いたらうわーなんか怖いと思ってるんですけれども、要するに意識的なものではなくて、無意識的を影響させるというのパターンだから、こういう風にあのこのね、あの音符が流れている、音楽が流れているというかアファメーションが流れているですね。だからそのアファメーションは本当にあの自己肯定ですね。その自己肯定は本当に大事です。本当に大事です。こっからその気持ちを持つというのは、今日に持ってくる、今のに持ってくる。でそっからどうやってそっちに行くかちゃんと想像する。で自分は今はまあドイツになってしまったんですけれどもね、でも自分の、まあ、ただちょどうやってそのリバースエンジニアリングサイクルというと、自分がね、自分の夢はこう浮いてるの車を作りたい、浮いてる車と浮いてるスケーボードを作りたい、つまりあのなんだっけ、幅ボードね、幅車とかを作りたい。でそれを作るのはね東京で作りたい。だから今はドイツですけれどもね、でこれもこの車ね、この状態も世界中で発売になるというのも気持ち、ああ気持ちいいってになった。でそこからその車からの地図ね、どうやってその作るかって、でそこからまあどんな学生が集まってそのアイディアをしたって、そこからどうやって日本に引っ越すかというと、でそこからどうやって今例えば今の持つの口座とかをまあ人とか助かってもらって、そこからの金で日本に引っ越すというのは、そのステップバイステップですね、一歩一歩ずつで、そこから今までにだんだんだん下がっていくというのは、例えば リバースエンジニアリングというんですね、あの逆の、 あのエンジニアですね、エンジニア系の作り方ということですね。でそれももう毎日やったらもうすごくわかる、自分の目標もわかるし、その気持ちでずっと毎日迎えるからこそ、そこからずっといく。あの今ねちょっとだけ想像してください。 Prepare to fight. もしあなたは今自分のね口座の中で、銀行口座で1億円があったら何しますか？どんな気持ちでその一日を迎える？そう、うーんじゃなくて、うわーすごい元気ですね、その金が持てる、何でもできる、もう自分はファイナンシャルフリーだからね、まあ、経済的にフリーだから何でもできる、世界にちゃんとインパクトできる、何でもできるから、その気持ちをずっと迎えると、これはまあこれの気持ちと同じだから、だからその気持ちをねつながっていく、その点が自然につながっていく。だから毎日その気持ちに向かえると、あなたは対人恐怖症からも脱出できるということです。ではレシピの皆さん、本日の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。では明日のテーマなんですけれども、明日の課題はあの一つのユニバーサルのルールですね、ユニバーサルのつまり、ね、宇宙のルールを使ってどうやって対人恐怖症が脱出できるというのは明日にちゃんと説明したいと思います。もしあなたはその動画を見たいなら、通信ボタン、また登録ボタンもお願いいたします。そしてその動画はなんか評価が、まあ、もしあなたはねちゃんと価値が持ったら、
高評価もお願いします。そして友達にもシェアしてください。自分のもはシェアのケア、つまり配りは世話ということですね。だからちゃんと自分の友達に世話してください、配ってください。僕はこちらチャンネルの何かかすると、大体は対人恐怖症や、またはあのね、怠慢対策とかちゃんと説明しますので、でどうやって説明しますので、あの自己啓発や絶対心理学とかに基づいてキュッとして、そこからいろんな知識をもたらしてそれを解決する、または何かがするかというと、あのビジネスですね、もしビジネス、自分のビジネス成り立てたいという人なんですけれども、僕はあの Facebook マーケティングをちゃんと説明しますので、その間でこちらの動画いかがでしょうか。では次の動画で会いましょう。